ジグロ、めぐみくんだよね。あんた誰？っていうか、何その顔。いや、そっくりだなと。ああ、善院っていう呪術師の家系なんだけど、お家出てって君を作ったってわけ。君、見える側だし、持ってる側でしょ。善院家は才能大好き。術式を自覚するのがだいたい4から6歳。バイバイのタイミングとしてはベターだよね。ムカつくでしょ。で、そのお父さんなんだけど、僕が別に、あいつがどこで何してようと興味ない。何年も会ってないから顔も覚えてない。今ので話はだいたい分かった。君、本当に小一？まあいいや、お父さんのこと知りたくなったらいつでも聞いて。そんじゃ本題、君はどうしたい？全員家行きたい？が幸せになれるのか、それ次第だ。ない、 100% ない。あとは任せなさい。頑張ってね。強くなってよ。僕に置いていかれないくらい。